こんにちは、まみりんです。いつもご視聴ありがとうございます。爆裂チェインバトルがまた開催されていますね。皆さんも遊んでいますか？私は今回適正キャラがあまりいなくて、地獄恋も難しいかなと思っていたんですけれども、なんと本日地獄を超えることができました。すごく嬉しくって、これはちょっと中間報告として動画を作ろうと思って今撮っております。よかったら見てください。まさか1億超えることができると思っていなくて動画を撮っていなかったんですよね。なのでちょっとここからになってしまうんですけれども、なんとか1億超えることができました。はい、そしてランキングが上がりました。上位 14% まで上がることができました。やった。使ったキャラクターはこんな感じです。お借りしたフレンドさん、本当にありがとうございます。今回の特攻カテゴリー、GT ヒーロー、ドラゴンボールを求めし者、巨大化。私が持っているキャラはこちらになるので、明日からもこの子たちを使ってもうちょっと高得点いけるように頑張っていきたいと思います。私が設定したサポーターはあまりお役に立てないとは思うんですけれども、もし使ってくださった方はまた動画にさせていただくかもしれませんので、よろしくお願いいたします。それでは今日もご視聴ありがとうございました。次の動画も絶対見てくれよな。